再びキムリンオーディオです、嫁さんの、たっての希望だった、エリモの方にあります豊二湖、ハートマーク、ハートの形をした湖、来ることができました、これから帰るんですが、やはり来た道を戻らないといけないということで、このようなオフロードを、下っていってるわけです。今下りですね。で、やっぱり嫁さん、もう僕も引き離されてるんですけど、もうどうしたらいいですかね。いや、やっぱり俺ワークスやっぱり汚したくないしな、ワークス汚したくないしって思いながら、ちょっとこう速度控えめにやってたら、いつの間にか嫁さんいなくなっちゃいました。落ちてねえよな、どっかに。わあ、マジ。うちの嫁さん何、もう諦めた。あ、いたいた、追いついた、追いついた。わあ、こういう草とかがね、ボディに引っかかる、こう擦れただけでも傷がちょっとつくんで、ちなみにここは北海道というか、この豊二湖、冬はですね、除雪されませんので、冬はここはもう車では来れなくなりますね。まあ、真っ白な銀世界の中での豊二湖で、見てみたいなとか思うんですけども、もしそういう時にですね、行くとなると、もう登山をするぐらいの装備が必要かと。もう長靴とかそんなんじゃもうダメですね。いやー、すごい。お、さすがに、嫁さんもこの水たまりのようなところは非常に慎重に行ってますね。景色は、ガードレールでちょっと見づらいですね。お、いやー、まだアスファルトしか走らせてないのに、もう僕のワークス君もとうとうこのようなオフロード場面も経験することになってしまいました。さんもちょっと慎重ですね。僕も慎重に行きます。どうなんでしょうね、これ、性格って言いますか、嫁さん、女性ということで言いますと、もう行きたいと思ったらやっぱりもうどんな手段でもこう行こうとするんですね。で、僕が、ちょっと豊二湖って調べてみるわって調べてみたら、車では行けることは行けるんですけども、数キロこのようなオフロードをこう走るということになっておりまして、どこかで車を置いて俺のワークスクーン1台で行くかって思って、いろいろと道どっか車止めるとこないかなって探してたんですが、ちょっといい場所が見つからなくてですね。で、そのうち僕がナビがあれ全然違うとこを示してるし、俺も行ったことないから分かんないよって言ったら、嫁さんが、私 Google マップでもう行くから、じゃあお前先行ってって言ったら、行くってということで、嫁さんが先頭を走っているというところであります。ますよね。わあ、すごい。スピード出したら本当は
あ、これはバイクの人だ。バイクの方が今。ここはやはりバイクかな。だ、対向車が来たらですね、もうどのようにしてお互いにこう道を譲り合うかというところも、まあ、ハラハラドキドキな面があります。ご覧のようにもうエスケープゾーンというものがもうこの道路には、まあ、存在、まあ、実際にあのちゃんと利用できる場所はあるんですが、それももうないところで、まあ、こんなところで対向車来たらですね、これどうしようっていう形になっちゃいます。もう一か八かですね。嫌いじゃないんで、実は好きなんですけどね。嫁さんはあーって言いながらあーって言いながら走ってると思います。お、やっとアスファルトの路面に出てきたな。でボーンとアクセル踏むと、今タイヤについてる泥がホイールハウスや、まあ、あのサイドシールとかそれでバーッと飛び散りますんで、ここはちょっと静かに、まあ、タイヤの泥を落としながらゆっくり走るというのがコツですね。ここでやったーと思ってドーンと行くと、まあ、タイヤについた多分もうあれ、うちの嫁さんのホイールハウスなんかは多分泥だらけのはずです。やっぱアスファルトになったらもう元気ですね。やれやれ。じゃあちょっとしばらく、これも長い動画になりそうなんですが、ちょっと、走行動画になりますが、ちょっと、走ってみたいと思います。良さそうに、加速して去っていきました。あ、また砂利だ。急に減速しますね。わ、ということで、もうここから先、そうですね、3キロほどこの砂利道が続いたところで、国道336号線、襟裳岬を過ぎたところから帯広方向に向かう道路ですね、あと黄金道路というところの、まあ、道から、この豊二湖というところに入っていきます。まあ、そういったルートです。ちょっと、ね、
こう最新のカーナビだと大丈夫だと思うんですが、自分更新してませんので、残念ながらちょっと豊ニコっていうのがなんか載ってないですね。うちの嫁さんのスマホの Google マップはここをしっかりと案内してくれましたので、僕は嫁さんの後ろに今回はついていったというところであります。じゃあちょっと画面がどん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 悪くなってきますので、僕もこれ以上綺麗な動画を撮る自信がありませんので、この辺で、終わりたいと思います。それではまたキムリンオーディオ、よろしくお願いいたします。それではまた。